皆様お待たせしております。この後午後6時から在日米陸軍&自衛隊によるジョイントコンサートを行います。もう間もなくお待ちください。そして一つだけお願いがあります。左右の両端は通路となっております。できるだけ中央の方にもう一歩だけ寄っていただけないでしょうか。左右の両端は通路となっております。できるだけ少しだけ中央に寄っていただけるとありがとうございます。皆さんが楽しんでいただけるようによろしくお願いします。まもなく午後6時となります。もう少しお待ちください。それでは第73回札幌雪まつり大通り7丁目会場へようこそお越しくださいました。私はこの時間のステージ進行を務めさせていただきます。 HBC 北海道放送アナウンサーの糸賀俊と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この時間は在日米陸軍軍楽隊と自衛隊音楽隊の皆さんによる合同演奏会をお楽しみいただきます。ステージ上には神奈川県のキャンプ座間からお越しいただいた在日米陸軍軍楽隊の皆さんです。所属するメンバーはおよそ40人。毎年日本武道館で行われる自衛隊音楽祭りをはじめ、ここ札幌雪まつり、横浜スーパーパレードなど日米親善のため全国各地で年間235回もの公演を行っています。行進曲に加えてポップス、クラシック、ブロードウェイミュージカルの名曲や日本のヒット曲まで幅広いレパートリーを誇り、延べ1200万人を超える皆さんの前で演奏してきました。今日はご覧のメンバーによる演奏となります。それではお聴きいただきましょう。この曲からスタートです。Get along now. Why can't we all just get along now?
登場していただいたのは、今回のステージのために特別に選抜されました陸上自衛隊北部方面音楽隊と陸上自衛隊第11音楽隊のメンバー9人です。陸上自衛隊北部方面音楽隊と第11音楽隊は札幌市に所在し、隊員の指揮・高揚や儀式広報のための演奏を主な任務とする音楽家の舞台で、定期演奏会、室内楽演奏会のほか、ここ札幌雪まつりをはじめとする自衛隊内外の要請による演奏、地域の学生との合同演奏や演奏指導など、年間およそ100回に及ぶ演奏活動を行っています。それでは演奏をお聴きいただきましょう。はじめはアメリカのファンクバンド、
バーケナイズのナンバーでソウルフィンガー。
だだはだだ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 だありがとうございました。イギリスの伝説のロックバンドクイーンより Don't Stop Me Now でした。ありがとうございました。いやだいぶ寒くなってまいりました。皆様寒くないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？盛り上がってますか？暑いよありがとうございます。いやもし寒くなったりしたらもう動いてもらって大丈夫なんで、もう動いて踊っていただいて暖かくしてください。さて、この後ですね、在日米陸軍軍楽隊と私たち陸上自衛隊との合同演奏がありますけれども、その前にもう一曲だけやらせていただきたいと思います。ありがとうございます。続きましての曲は喜びの声、喜びの声が全世界に届きますよう願いを込めて演奏させていただきたいと思います。 Joy to the world! ありがとうございました。 Joy to the World お聴きいただきました。皆様お待たせいたしました。これよりですね、在日米陸軍軍楽隊と我々陸上自衛隊と合同演奏が始まりますが、
その前にですね、多分皆さん私もそうなんですけども寒いですよね。なのでちょっと一緒に足踏みでもしてちょっと体動かしませんか。じゃあちょっと一緒にやってみましょう。まずはゆっくりやりましょう。せーの、1、2、1、2。あ、いいですね。あれ皆さん、あれ合わせでもしてきたんですか。なんか上手ですね。じゃあこのままちょっと早くやってみましょう。せーの、1、2。お、上手ですね、上手です。いいですね、いいですね。さすがです、ありがとうございます。そしたら次はちょっとゆっくりめに手拍子してみましょうか。せーの、あ、いいですね。
私たち陸上自衛隊とこちら在日米陸軍軍楽隊は雪まつりが開催されると必ずこうしてジョイントコンサートを行ってまいりました。先日ですね、この本番の前のリハーサルで脱走したところですね、やっぱり毎年やってますのでどんどん友情が深まっていくんですね。やっぱりそれがこう肌で感じるなというところです。さて、今まで洋楽を中心にやってきましたが、次の曲は日本の曲をやりたいと思います。それではお聴きください。どうぞ。グレンゲお聴きいただきました。ありがとうございました。さて、早いもので次の曲が最後の1曲となってしまいました。私たちのこの後ろにあるエンブリー層、こちらは世界の医療従事者に感謝の気持ちを込めて制作されたものであります。こちらエンブリー層はイギリスハンプシャー州に建てられ、ナイチンゲールが幼少の頃に別荘として使用されていたと言われています。そんなイギリスから最後の一曲お送りいたします。あのバンドのあの名曲です。それではどうぞ。
We'll be right back.
音楽隊によるセッションでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。